はい、どうも、ベーデスパー坂、やっていきたいと思います。はい、発作、第115回 SR チケットで戦力補充、サブアカでやっていこうかなと思っております。はい、今回出る限定キャラとしましては、新高校のキャラクターの梅園、時代劇の青の桃木、そして、キャリー、カルロス、青木、白蘭の鳩ヶ谷、あとはミセ君、この8体となっております。まあ、自分的にはね、もう下3体。こちら狙いでございますので、まあ、桃木が一番当たってほしいかな。桃木当たってくれればね、ガチャ引かなくても、ワンチャン、このね、無冠高校入学できると思っておりますので、桃木当たるようにしてください。では、ガチャの方を引いていきましょう。はい、まずは R から引いていきます。まあ、今回ね、SR が10枚ありますんで、ワンチャン出てくれてもいいのかなと思っておりますが、来てくれると嬉しいです。まあ、PR もね、しっかりと当たってください。もしガチャ引くときね、解放要因となりますので、その辺は当たっていただきたいです。はい。さあ、ミセ君。限定キャラクターは出てますね。はい、では続きまして PR 引いていきまーす。はい、19枚。さあ、頼むぞ。メインはね、まあ、そこそこの引き、でもね、結局なところね、結局 PSR が3で当たらなかったのはちょっときついんで、まあまあ仕方ないのですが、まあ当たってほしかったよね。はい。お、キャリーいいね。キャリーはまだいいからね。まだ使えるからね。はい。では、まだ9枚残ってます。あ、ごめんなさい。ちょっとお待ちください。今後のガチャ、どうなんだろう。柴原くんとか、進藤くん、来るのかな。進藤はね、来てほしいんだよな。オフェンスメンタルっていうのだけ強いし、まあ、テントリアプラス、ね、もう一個、ランクアップ金徳とかで、効かねない。吉野くん枠ですよね。前回の吉野くん枠で進藤くん、来たらでかいよなぁ、とは思っておりますが、まあ、サブの方もね、PSR 一応手に入ってますんで、解放は、少しはできんのかなと思ったりもしてます。まあ、SR はなかったはずなんで。はい、続きまして PR9 枚引いていきましょう。さあ、ワンチャンこの辺で SR 出てくれても嬉しいよ。出てくれてもいいよ。まあ、来ないだろうけどね。さあ来い。はい、残念でーす。ワンチャンこの辺りで、青野くんか、青野くんはありだね。はい。では、続きまして、10%。29枚。結構溜まったね、10%。今回のイベント期間、結構 10% 来てくれた。さあ、29枚中、3枚ぐらい、虹玉来てくれたら嬉しいな。とりあえず、虹玉。で、そこから限定キャラという感じで来てほしいです。はい、虹玉 OK。ナイス。いいよ。2枚、いいね。結構出てくれた。じゃあ、7枚目と9枚目。暗転。カトシマ、本願チュン、残念。では、残り19枚引いていきます。さあ、1枚出たらもう勝ちだよ。1枚出たら虹玉としては勝ち。はい、来ました、ナイス、いいね。しっかりと出てくれております。さあ、複数、おー、いいね。では、今回は6枚目と10枚目、6枚目と10枚目引いていこう。さあ、来い。なあ、違う。あゆ。残念。残念。では、残り9枚かな。残り9枚か。はい、いきます。もう3枚当たってるんで、勝ち確なんですけど、虹玉的には勝ち確なんですけど、ワンチャン出てくれると嬉しいな。おー、ナイス。今日虹玉もいいかもしんない。いい日だ。でも、こういう時にかけて、限定キャラクターが出ないっていうのがある。おー、2枚も出てる。ってことは5枚出ましたね。29枚で。ナイスです。はい。手を。限定キャラ。なあ、やべさか。残念。はい。ちょっと、ピックアップは微妙ですが、ちょっと最近ね、才能開花の SR が厳しい状態だったんで、ありがたいです。では、20% 3枚いきます。これは引けないだろうな、ここはな。ここはおそらく引けないと思っております。お、引けたじゃん。ナイス。さあ。サブラがね、ワンチャンコでね、2、3枚当たってくれればね、引かなくていいんですよ、ガチャ。で、できれば、桃木当てれれば引かなくていいんですよ。さあ来い。いやー、ケイ君。ちょっと限定キャラクターが初めの店から全然来てくれませんね。はい、では 30%、10枚いきます。3枚だそう、3枚。0はないよね。さすがに0はないと思う。
はい、1枚以上確定ですね。さあ3枚以上出して暗転を見せてください。おっと2枚、まあまあまあ2枚だったらいいや。はい、では5枚目と10枚目、さあ来い。違うで、ラストはミランダ違うね。はい、では 50%3枚、 50%3枚、2枚、こう2枚、2枚でいきましょう。2枚で、はい、1枚以上確定です。 OK です。1、まあしょうがないね。1枚目で出てくれればいいんですが、あれ、さっきも高坂くん出たよね。さっきも高坂くん出た気がします。ということで、さあラスト10枚、ここで引かせてくんねえかな。いきます。間違って PSR 引くかもしれない。はいね、この演出は正直どうだっていいです。もう確定なんで、もう確定なんで。はい、さあ複数枚、無冠高校ね、割と自分好きな高校ではあります。なので引きたい、引かせてほしい、サブアカで伸ばせてほしい。いきます。暗転しろ、どこかで暗転しろ。あー厳しい。あーうん、まあ、明崎くんは当たり、明崎くんは当たりだけど、ちょっと厳しいな。まあ、ワンチャン明崎くん、査定的にはね、この高校でも、無冠高校でも使われるキャラクターになり得ますので、まあ一応、上げときましょうか。はい。この辺全部、R は壊せない。はい。ワンチャン 43? はい、いきまーす。1回飽和します。1。2、3、お、いい。あー今日開放運もいいのか。虹玉率は良かったけど、ちょっとピックアップ率、限定キャラ率が悪かったですね、残念ながら。はい、まあ、これだけ取れれば勝ちと、勝ちではないね。はい、で特にそれ以外はいい、解放できそうなものはございませんでした。まあ、青野くんとかが PRR 出ましたので、まあ、今後、ね、ガチャを引いた時に当たってくれればいいなと思っております。で、もしガチャを引くのであれば、メインと違ってサブアカはね、そんなに引いてらんないんですよ。なので、まあ、メインみたいに20連目ぐらいで SR 全部揃ってくれるとか、来てくれるとありがたいかな。100連は引いてらんないんですよ。で、ついでに、パワースターは回収しておきます。はい、パワースター回収してきます。これで700個ぐらいいかないかな。いくか、あ、いくね。はい、いやでも100連は480個使うでしょ、ちょっときついよね。ということで、まあ今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かった方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。